で、中学が町田 JFC ですね。そうですね、隣町の町田 JFC。そこなんで入ったんですか、ちなみに。は、僕が小学校6年生の時に東京都選抜に、はい、選ばれていたんですけど、はい、まあ、その時の監督さんが町田 JFC のコーチだったということで、はい、まあ、誘われて、はい、まあ、隣町で近いということもあり、はい、あのクラブチーム、まあ、一つ下に、フロンターレの小林優選手と、はい、お笑い芸人のぺこぱの周平さんがいるという、はい、まあ、ちょっと面白いクラブ、はい、そうですよね、はい、まあ、町田では本当に大きいクラブなので、そうですよね、はい、